イオントップバリューでダイエットにおすすめの豆乳を選んできました。早速お伝えしていきますね。で、この豆乳がなぜダイエットに良いのかというのがこちら、大豆タンパク質が取れるからなんです。ダイエット中は脂肪が落ちると同時にやはりですね、筋肉も落ちてしまうんですね。その時にタンパク質をしっかり取ることで筋肉量を維持すること、そうすることで代謝が上がって痩せ体質になることができるんですよ。では次、豆乳はコレステロールゼロですから、もうこれはですねダイエット向けですよね。で、また実は飲む時に温めていただく方が吸収しやすいです。なので、まあ、わざわざこう鍋で入れるというよりはもう電子レンジで約、まあ、コップ1杯程度を1分ぐらいですねチンされるといいと思います。600ワットぐらいで。ただし温めすぎますとこう膜が張ってしまって美味しくなくなってしまうので注意してくださいね。では最後、生理前のデトックス効果を狙ったダイエット法もあります。生理の7日から10日前あたりからですね、だいたいコップ1杯1カップ 200ml ぐらいの量を飲んでいただくと、その生理前っていうのがその水分であったり脂肪であったりその老廃物がですね体の中にこう溜め込みやすくなってしまうんですよね。で、この豆乳を飲むことでそういったものをなるべく出せるようにデトックス効果がありますから、コップ1杯1日目安として飲んでいただくのも丸なんです。では実際どんな豆乳がダイエットに向いているのかというのを今から4つご紹介していきたいと思います。まず2つに分かれます。国産大豆のタイプの豆乳、そしてもう一つ、国産大豆ではないんだけれども有機栽培でちゃんと作られた大豆を使った豆乳です。じゃあまずその前半の国産大豆を使った豆乳見つけてきました。こちらサイズも可愛いでしょう。すごくね、飲みやすいんですよね。こちらは大塚食品さんが出している濃さが違うすごい大豆って、もうあとそのままねネーミング読むと分かると思うんですけども、これほんとね濃ゆいです。美味しいですよ。で、もちろん国産大豆 100% なんですね。で、これ1パックあたり 125ml 入ってるんですけれども、こちらがエネルギーが、88kcal で、タンパク質が 7.5g も取れます。で、脂質も少しあって 4.9g で、コレステロールが、まあ、ゼロですよね。で、また嬉しい食物繊維も入ってますから、お腹の大掃除、あなたの腸内環境が整って、痩せ菌と呼ばれるその善玉菌がの餌になるのが食物繊維ですから、どんどん豆乳を飲んでお腹をすっきりさせていってくださいね。で、もう一つ、この国産大豆で作られた豆乳、私これすごく大好きなんですけれども、福蓮さんから出ているノンコレステロール成分無調整豆乳ということで、九州産の福豊大豆 100% を使ってくださってるこちらの豆乳ですね、もう一番好きと言っていいほど私こちら今ハマっております。で、この豆乳を使って豆乳ヨーグルトも手作りで作ってるくらいなんですね。いろいろ豆乳試しましたけれども、私は今のところこの豆乳で作ったヨーグルトがもう一番ベストなんです。で、こちらが1本 200ml 入ってまして、エネルギーが 99kcal、 タンパク質が 9.2g も取れますよね。で、脂質が 5.1g で、もちろんコレステロールがゼロですし、あとはカリウム、カルシウム、マグネシウム、鉄などやっぱりいっぱい栄養が取れるんですね。で、こちらも国産大豆でおすすめの豆乳ということで、以上2種類でした。で、残りの2種類は有機大豆なんです。で、一つこちら見つけたのがですね、こちらスジャータですね、明楽さんが出していらっしゃる豆腐もできます。有機豆乳無調整ということで、330ml、 結構大きめタイプです。なので、これぐらい大きいとお昼ご飯の代わりにですね、ダイエット中一食プチ断食に使ってもいいと思うんですね。で、豆腐も作れるぐらいですから、こちらですね、濃ゆい、結構濃ゆい味なんですよね。で、そもそも有機大豆というのは、まあ、こちら大豆はですね、国産ではなく、カナダまたはアメリカと書いてありますが、もちろん遺伝子組み換えでありませんし、こちらにも書いてますが、有機大豆っていうのは種まきの2年以上前から禁止された農薬や化学肥料を使用せずに土土壌からですね
しっかりと考えて作られた、畑で栽培された大豆ですよ。あと栽培中も禁止された農薬や化学肥料は使用しません。そして遺伝子組み換え技術は使用していませんという、こちらやっぱジャスマークさん、そうそう有機ジャスマークさん、認定商品ですから、もうとにかく安心安全で、あなたの肝臓にも負担をかけない、イコール痩せ体質になれますから、おすすめなんです。では最後です。いよいよこちら4つ目、マルサン食品さんかな、マルサンかけるタニタって書いてありますね。こちらもジャスマークがついています。タニタカフェ監修のオーガニック無調整豆乳なんですね。でこちらは、1パックで200ml ですね。でエネルギーが116kcal で、タンパク質が 9.4g も取れます。で脂質がちょっと高め 6.8g で、もちろんコレステロールゼロですし、その他いろいろ様々な、栄養素が入っているわけなんですね。でこちらはタニタ食品、タニタカフェ監修でもそれだけでこう女子力高そうな感覚しませんか。イメージ的にもすごくおしゃれですしいいですよね。でこのタニタカフェさんとマルサン食品さんが、共同で作られたこの豆乳もやっぱり飲みやすいのと、ジャスマークがついてますからおすすめなんです。先ほどお伝えした通りの効果がこちらも期待できますということですね。で以上お伝えした豆乳は全部無調整です。一切添加物なしです。それがおすすめダイエットのポイントになりますので、購入されるときは必ず無調整タイプを選んでくださいね。さあいかがだったでしょうか。このチャンネルではこのように様々な腸活法、健康法、ダイエット法をあなたにお伝えしています。そのことで美しく綺麗に痩せるを応援しております。ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録していただきまして、どんどんご参加ください。またいろいろとご質問がおありの方はこちら詳細欄 LINE のリンクも貼っておりますので、ご登録後皆様私と直接やり取りしております。さあそれでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。